社長も喜んでました。いやいや、そんなこと気づかなかったこの次のまた、落札のセッはまた一つ。ああ、もう君の会社はね、もうね、目にかけて。そうだ、心配ない。どうもありがとうございます。ああ、そうか。もうほんの気持ちでございまして。あ、そういうまあ、社長がですね、次回はもう、ええなんて、まだ言われましてですね。今、もうおっしゃらずに、せっかくあの、社長の恋でございますやめたまえ、いろいろ今後の私の立場もあるいや、立場もありますから、恋なさい。やめてよ、もうお世話になったんでございます。よしなさい。私はそういう不正は大嫌いなんだよ。気持ちでダメだって人が見たら何だと思う。しまいなさいって。あ、やめなさいって。しまいなさい。すいませんでございました。それじゃあ、まあ、あの社長にはそのように申し伝えてきます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。本当にやめちゃうの。なんでしまうの。だってあの立場上課長のやっぱりだから私は口ではダメだって言ってるよ。だけど態度が許してないだろ。それを見なさいって。私の立場もあるんだよ。世間体でもあるから、ほら。手が合いもんじゃよ。どうも本当に申し訳ないでしょ。どうもすいませんでございました。それじゃあ、まあ、一つあのよろしく今後お願いいたします。あ、君はね、今後のこともあるけど言っとくけどね、はいはい、こんな大金人の前でバラッと出すみたいなのあるよ。こんなものはちょっと何もそっと出しゃいいんだよ。そうでしょ、はい、うちの社長がうちの社長になってる。見てみなさすな、バカ者。私の立場があるよ。そのまま受け取っていいとかって。受け取ってな。みんなが見たら私クビになっちゃうんだよ。何気なく、ね、あ、君とあんまり親しいという関係が分かったらまずいんだよ。すいませんでございます。そうでしょ。じゃあ何気なく。何気なく。今目の前出すなって。僕と君との関係が分かると分かるとまずいんだから。どういうふうに。だから僕の目を見るんだって。他人の関係だよ。見たら分かる。1、2、3、これで合ってないじゃないか。怖いことだよ、俺は。
はい、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 は